お帰りなさい王様。ビールキンキンに冷えてますよ。ささどうぞどうぞ。私の国の早口言葉が聞きたいのですか？いいですよ。ではスクルチプルシとスクルチクチ。舌噛んじゃったよ。虫になったりしませんからね。では変身。プラハ城頑張ります。それでは芸術的に行ってきます。
王様、準備はいいですか？それじゃあ、世界を救いに行きましょう。どこを触っているのだ。くそ、優しくしてください。ここからが奇跡の始まりです。しーちゃん、さーちゃん、ここからが奇跡の始まりです。ここからが奇跡の始まりです。ここからが奇跡の始まりです。王の危機を華麗に救ってこそ、騎士の子、世界最高峰の力、味わってみますか？ここからが奇跡の始まりです。楽しくなってきましたわ。しーちゃん、さーちゃん、危険物の持ち込みは禁止です。かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。かかってきなさい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 。王カランマウ、乱れ咲き。格の違いを教えて、格の違いを教えて差し、格の違いを教えて差し上げますよ。格の違いを教えて差し上げますわ。王の危機を華麗に救ってこそ、騎士の誉れだ。世界最高峰の力、味わってみますか？ここからが奇跡、足焼きです。楽しくなってきて、ケンタ、大変！
王の危機を華麗に救ってこそ騎士の誉れだ。殿を守る力を。格の違いを教えて差し上げ。さあ、お遊びはここまでですわ。危険物の持ち込みは禁止です。世界最高峰の力、味わってみますか。ケンタ、大変。王の危機を華麗に救ってこそ。お前を死なせはしない。おい、私をさ、名古屋市、お助けいたします。殿のもとへは行かせない。何があっても私が幸せにするんだから。帰ったら祝杯ですね。私がお相手させていただきますね、王様。
修行を重ねて山から神秘の力を得ました。これで庄内に安定をもたらしたいと思っています。出羽の国より参りました天道城と申します。最上八立の名手たる我が力、今よりあなたに捧げましょうこれからよろしくお願いしますね。ただいまです、王様これで同じ景色が見られますね。ようこそ王様。せっかくですから私について少しだけお勉強していってくださいね。私、プラハ城は世界最大にして最古の城と言われているのですが、そのことを王様は知っていましたか？また城内にはセービート大聖堂や美術館などなど見どころがたくさんあるのです。今度実際に案内しますから楽しみにしててくださいね、王様。私の国の早口言葉が聞きたいのですか？いいですよ。では、スクルツプルシとスクルツクツ。舌噛んじゃったよ。王様、お酒は好きですか？実は今ビールという祖国のお酒があるのですが、試しに飲んでみませんか？って一気に飲んじゃダメですよ。ドブレラーノって、あれ、王様寝癖がついてますよ。ほら、ここに。ちょっとじっとしててくださいね。はい、治りました。ご安心ください。王様は私が導いてみせます。王様を守るためです。私、頑張っちゃいますからね。プラハ城、頑張ります。魔法の力、いっぱい見せちゃいます。これ以上大きく育っても困ります。お兄ちゃんって呼んでほしいということですか？やっぱり私には似合ってないような気がします。お兄ちゃん、お兄ちゃん、はい、私みんなのお姉さんなのです。だから悩み事があればいつでも相談に乗りますので、私の方いっぱい頼りにしてくださいね。
そんなこと言うのは反則ですよ。えい、ぎゅー。ほらほら、動いちゃダメですってば。もう諦めちゃうんですか？最後まで頑張れたら後でマッサージいたしますから。だからもう少しだけ頑張りましょう。青さまったら、すっかり甘え上手になってしまいましたね。わかりました。では愛するあなたのおそばで。それでは乾杯。あらあら、もう酔っ払ってしまったのですか？甘えん坊の王様はここですね。ビールちゃんと最後まで飲めましたね。よしよし。それでは芸術的に行ってきます。虫になったりしませんからね。では変身。ただいまです、王様。これで同じ景色が見られますね。王様、準備はいいですか？それじゃあ、世界を救いに行きましょう。ですか。ここからが奇跡の始まりです。歴史の重み感じてください。ここからが奇跡の始まりです。お仕置きです。世界最高峰の力、味わってみますか？千年の歴史が、私の町が。帰ったら祝杯ですね。私がお相手させていただきますね、王様。ドブリーデン。私の名前はプラハ城。王様、こうして出会えたことは偶然なんかじゃありません。だって私とあなたの出会いは運命なのですから。どうしたのですか、王様？私のことをじっと見つめて。あ、もしかして頭をなでなでしてほしいのですか？